ミテレフェリコミテレフェリコは、ボリビアのラパス及びその近郊都市のエルアルトを結び、同盟の国営企業が運営する都市型ロープウェイで、ある。交通渋滞解消を目的とした都市交通として2014年に開業し、両都市を合わせると100万人を超える人口を持つ、ラパス都市圏だが、アンデス山脈の中の谷に位置するラパスは、標高3600メートル以上。 その西側の山裾にあるエルアルトは標高4100メートルの超高地にあり、その高低差もあって地下鉄建設は困難だった。従来は貧弱なバス及びミニバスの路線網が両都市を結んでいたが、その抜本改善策としてロープウェイの整備計画が1970年代からたびたび提言されていたが、ミニバス運転手の生活や住民プライバシーの 保護などを理由に、その都度棚上げされてきた。2012年7月、ボリビア大統領のエボモラレスワニ都市間のロープウェイ整備計画を議会に送った。大統領は、両市長やこの地域を含むラパス県の責任者に、同計画への協力を求め、ボリビア中央銀行の保証を受けた国費により一期戦の3路線が、オーストリアとスイスに本社を持つ、世界最大の作動メーカー。 ドッペルマイヤー・ガラベンタグループによって、総工費は2億3400万ドルで建設されることになった。2014年5月30日、最初の開業路線として、リーネ・ロハが開業し、ついで9月にリーネ・アムールア、12月にリーネ・ベルデが開業して、ミテレフェリコと名付けられた3路線が揃った。この整備効果は大きく、慢性的な交通渋滞に悩まされてきた。 都市内をび都市間の移動を潤滑化し、同時にアンデス山脈を望める世界最高地点の都市ロープウェイとして、ボリビアの新たな観光名所ともなった。これを受けて2015年、モラレス大統領の指示によりに帰線として新たに8路線の整備が決定され、2019年3月までに7路線が開業して、世界最大の都市ロープウェイ路線網が誕生した。残る区間のうち、 一路線は、同年11月のモラレス大統領辞任、亡命後の2020年に開業予定となっている。2019年3月時点の路線図、未開業、計画区間は、破線となっている。上記の通り、2019年3月時点で10路線、合計 30.2km が開業している。2020年には、さらに新規一路線 2.2km が開業し、 二期線完成時の路線延長は3 3 8トルに拡大する予定である。一期線はリーネロハ、リーネアムールア、リーネベルデの3路線、合計1 0 0トルからなる。その筆頭として2014年5月に開業したリーネロハは、ラパス中心部とエルアルトの間の2 4トルを途中駅一つ、所要時間を10分で結び、従来は、 自動車で30分以上かかっていた、両市間の公共交通機関では、大幅な移動時間短縮を実現した。2017年以降は2期線の開業が続き、2019年3月10日には、リーネ・プラテイダの開業により6路線でつなぐ、ラパス市内の循環ルートが完成した。2期線で残されたのは、リーネ・カフェの延伸区間とリーネ・ドラーダの一気区間で、 リーネ・ドラーダの一区間は2020年に開業予定とされている。各路線のゴンドラの最大定員は10人で、1時間あたり各路線片道3000人の輸送能力がある。標高4000メートル近くというロープウェイとしては、世界一の高所を走る路線であり、総延長も都市交通としてのロープウェイの中では、世界最長である。 2014年の一期線三路線開業時には1日、あたりの全線輸送人員が8から9万人とされ、総延長で一期線の2倍を超える二期線着工への根拠となった。リーネカフェとリーネドラーダのデータは一期区間のみ。リーネカフェの延伸区間は 1.4km。平均秒速 5m は時速換算で 18.0km。ありがとうございます。